軍権制は古代中国の地方統治制度。軍と県の二段階で地域が区画され、中央から派遣された管理によって、その統治が行われた。世襲制の封建制に代わる支配制度で王朝の中央集権体制の強化に役立った。日本列島や朝鮮半島などの東アジア地域の古代王朝にも制度的影響を与えた。春秋時代末期から戦国時代に、 進むや旗、祖で施行された。はじめは、直轄地を、県、辺境地域を軍としたようであり、中央から王の任命する管理を派遣して統治した。真の国内では、紀元前4世紀の高校の時代に、軍建制が実施されていた。始皇帝は全国を36軍に分け、軍のもとに県を置き、皇帝任命の管理を派遣した。の長官は、と呼ばれ、 警察担当として、郡利康史、監察担当として、軍海が置かれた。県の長官は大県は、令、小県は、長と呼ばれた。県の警察担当として県、県上、県令の補佐役として、県進むが置かれた。前官は、軍国政を採用したが、中央直轄の軍県においては、旗の制度を踏襲した。紀元前148年に軍主を軍首、軍大主 軍城を軍都いと解消した。紀元前106年、武帝は全国を13州に分け、各州に市市を設置した。これにより、軍県は、州、軍、県3段階の地方制度に改まった。疑心南北朝時代を通じて、州、軍、県の数は増大し続け、南北朝末期には一州に一軍しかない地方も、現れて、行政上の非効率も問題化してきた。 583年に隋が軍を廃止し、州、県二段階の地方制度に改められた。607年に州が廃止されて軍が置かれると、軍県制が復活した。618年に唐が隋を滅ぼすと、軍を州に改め、再び州県制が採用された。627年に全国が十道に分けられると、道、州、県三段階の地方制度となる。 742年に州が軍に改められて一時的に軍権が復活したが758年に軍が州に改められて軍は姿を消した。ありがとうございます。